三味線の出会いはそうですね、うちの父が三味線をやってまして、で僕と兄がですね、もう小さい時から気づけば三味線を持ってたっていうところが、まあ、きっかけで今に至ってますね。もちろんその三味線っていうのが好きな人ももちろん聞いてほしいんですけども、こう津軽三味線のこのビート感がもともとあるっていうそのもので、三味線ってこういう楽器だったんだっていう、三味線をあまり知らない人にもいっぱい聞いていただきたいなと。